五章再開、そして、あいつがアルムか、皇帝陛下の息子、リゲル帝国の正当なる後継者。じゃあ俺は何のために今まで。嘘だ、こんなの嘘だ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 。ここは祭壇、俺はいつの間にこんなところへ。欲する者よ、力を欲する者よ、我を求め受け入れるがいい。この声はドーマ、あなたがドーマ神なのか。ペルクト様、リネア。お探ししました、ベルクト様。まさかこんなところにいらっしゃるなんて。ベルクト様は教団がお嫌いでしたのに。そうだな、いきなり現れた後継者に皇帝の座を奪われ、神にでもすがりたい気分なのは確かだな。すみません、余計なことを。ベルクト様、どうかお気を落とさないで。アルム様はお優しそうな方です。きっとベルクト様を悪いようには。それが何だと言うんだ。俺はアルムに勝ちたかったんだよ。勝って皇帝になりたかった。お前を公儀にしてこのバレンシアを手に入れたかった。それがどうだ。もはやこのリゲルすら永遠に俺のものにはならない。あいつの情けにすがって生き延びるくらいだな。潔く処刑された方がまだマシだ。ベルクト様、どうかそんなことをおっしゃらないでください。私は本当は公妃になんてなれなくてよかったんです。なんだと？私はベルクト様のおそばにいられればそれで十分なんです。だからベルクト様が皇帝になれなくても私は。リネア、お前まで。そうやって笑っていたのか、ルドルフやマッセラのように。何も知らぬ俺を皇帝になれるはずもないと哀れて笑っていたのか。ベルクト様、何を。ドーマよ、神よ、お望み通り求めてやる。俺に力を、全てを壊す力を俺に。いかなる代価でも持ってゆくがいい。ベルクト様、ベルクト様、あなたはまさかリネア様を。Ha ha ha!
じいさん、この扉は？この先はドーマの塔の地下にある祭壇へとつながっておる。一度入れば安易に引き返すことはできんぞ。よく準備を整えておくがいい。マジか、なんか光ってるね。これあれか、記憶のなんちゃらみたいなやつか。てかリネアが一番かわいそうなんだけど完全に巻き添え食らったじゃん。調べるじゃなくて一応こいつと会話しておこう。アルバイン王子、ベルクト様のことをどうかよろしくお願いします。ルドルフ陛下は大層悔やんでおいででした。何も知らせることができず苦しめることになるだろうと。しかしアルバイン王子の存在を悟られるわけにもいかず、手放した息子と同じ年頃の老いを可愛く思わぬわけがありません。どうか寛大なご沙汰を賜りますよ。いやもう手遅れだよ残念ながら。もう奥行こう。この先はドーマの塔の地下にある祭壇へとつながっておる。一度入れば安易に引き返すことはできんぞ。この先に進むと戻ることはできません。先に進みますか。はい、このセーブデータ取っておいた方がいいな。物だらけじゃねえか、あのタコ坊主。帰れっつっといてどうやって帰れってんだよ。なんだと、おっさん、あんたセリカ様を置いて本気で帰る気かよ。なわけねえだろ、言葉のあやってやつだよガキが。無駄口を叩く島があるのなら本気で戦え。出ないと本当にここで命を落とすことになるぞ。ん？どういうこと？アルム、マイセン、マイセン強いの？そもそも攻撃力22。確かにまあアタックはすげえ強いってほどでもないね。問題はディフェンス18、魔法防御は8か。どうなんだろうな。ルッカーはもうもともと外れてるから、いや別にこれでいいかな。このままでいこう。ドーマ神殿。通路の先からただならぬ雰囲気が漂ってくるのがわかる。うなじの毛が逆立つ感覚がする。僕はこの先にあるドーマ神殿の主を恐れている。だけど僕たちは進まなければならない。この戦いを終わらせるために。一応セリフは聞いておこう。みんな止まれ。どうしたアルム、君は連れてきてないぞ。前から誰かが、あれはフェルナ。なんだって？その声はクレーベか。フェルナ、どうしたというのだ、その姿は。いいんだ、自業自得というやつは。それよりとうとうここまで来たのだな。やはりドーマを。ああ、それが先代皇帝ルドルフの遺言だ。そうか、皇帝はドーマの狂気に気づいていたのだな。狂気？そうだ、ドーマはもはや神ではない。あれは力の猛襲だ。お前アルムと言ったな。僕に何か？ああ、いかん。ベルクト様に気をつけろ。あの方はもうフェルナ、アルム、ドーマを倒してくれ。頼める筋合いではないのは分かっている。だがもうお前しかいないのだ。これ以上人々が
ローマの力に狂わされ悲劇を繰り返さないために。わかった、ドーマは僕が必ず倒すよ。ああ、頼んだぞフェルナ、大丈夫か？おかしなものだな、俺がお前たちに頼み事など。何を言う、私は今でもお前の友のつもりだ。まったく、お前はどこまで人が良いのだ。いつもそうやってお前が許してしまうから俺は謝り方を忘れてしまった。フェルナ、本当は分かっていた、俺の身に起きた不幸は誰のせいでもないのだと。世が悪いというのならば、それを許していたのは誰だ、他ならぬ自分ではないか。それを俺は自身に向けるべき怒りを弱き平民たちに向けてしまった。貴族として恥じねばならんな。もういい、フェルナン、お前はもう十分苦しんだではないか。これ以上自分を責めることはない。そうだな、俺ももう疲れてしまった。嘆くことにも怒ることに。だが最後にクレーベ、お前に会えてよかった。お前もお前の選んだ王も正しかったのだな。やはりお前は俺の自慢の。フェルナ、おい、冗談はやめてくれ。目を開けろ、フェルナ、フェルナ、フェルナ、嘘ですわ、こんなの。起きてくださいまし、一緒にソフィアへ帰りましょう。ねえフェルナ、なんとか言いなさいな。クレア、もうよせ、眠らせてやろう。大丈夫、クレア、クレーメン。ああ、今は感傷に浸っている場合ではない。先を急ごう、アルム。そうだね、フェルナン、君の作った解放軍で君と一緒に戦えたらよかった。本当に心からそう思っていたよ。さようなら。記憶のかけらが浮いている。回収しておこう。他はないよね、もう見た感じなさそうだもん。じゃあ奥へ行きますか。一本道だな。敵がいたら戦闘は回避できそうにないけど。これ何なのこのさ幽霊みたいな存在のあれが分からん。どういう理由で存在してるんだか。めんどくさいからとりあえず巻こう。これもめんどくさそうだな。よし、こう一点突破だ。ふんふんふん、俺のこの素早さについては来られまい。似たようなとこずっと続いてんね。あ、なんかいるよ。石像はミラ、第一母神ミラなのか。どういうことです、ミラが石に。神竜であるミラとドーマはファルシオンでしか封じられないはず。するとあの額に刺さってる剣がファルシオンなのでしょうか。しかしあれでは。
か。よかった、無事だったんだね。セリカ一人なのかい。みんなは。ほう、お前があるんか。お前は。わしの名はジルだ。皇帝ルドルフを倒してくれたこと、礼を言うぞ。お前がジルだ。待ってろ、お前もドーマも必ず倒してやる。そしてセリカのソフィア王国を取り戻すんだ。ダメよアルム、そんなことをしてはダメ。セリカ、ドーマがいなくなったらリエルの大地も枯れてしまうのよ。ソフィアと同じように多くの人が飢えてしまう。それは、でも、それにもうドーマを倒すことはできないの。ファルシオンはミラ様が自らと共に封印してしまった。なんだって。それじゃ僕は何のために。父さん、アルム。アルム、安定ぜ。二つの王国の頂点に立つ者よ。人の世は終わり、このバレンシアを神の手に返す時が来たのだ。ドーマ様の巣でる恐怖と混沌の世界へとな。そんなことは。喜ぶがいい、安定ぜ。お前はその誉れある礎となるのだからな。どういう意味だセリカ。ごめんなさいアルム、もうこうするしかないの。仕方ないの。この娘は狂気にやめるドーマ様にその魂を捧げるのだ。リゲルとソフィア、全ての民のためにな。なんだって。そんな、セリカ、嘘だと言ってくれ。アルム。わしとて鬼ではない。別れを惜しむ時間くらいはくれてやろう。さあ行け。セリカ。アルム、ごめんなさい。バカなことはやめてくれ。君は、僕が必ず助けるから。だから。違うの、私こうなることを知っていたの。島にいるとき夢を見たの。アルムにとても辛いことが起こる夢だから、私ミラ様のお力を借りてアルムを助けたかった。なのにアルムはたくさん危険な目に遭って、とうとうお父様までその手で。全部知っていたのに何も止められなかった。アルム、あなたに何もしてあげられなかった。そんなのセリカのせいじゃない。君が自分を責めることなんて何もないよ。でも私、みんなに、アルムに生きていてほしいの。ドーマと戦ってほしくない、死なないでほしい。私の本当の望みはそれだけ。セリカ、もう私にできることはこれしかないの。ごめんなさいアルム。でもね、私本当はずっとね、あなたのいるあの村へ帰りたかった。セリカ、待ってくれ。セリカ。アルム、私たちどうすればよろしいんですの。皇帝ルドルフはドーマを倒せと言い、王女アンテーゼは倒すなという。それでは私たちは何のためにここへ来たのでしょう。現時点で分かることが一つだけあるとすれば、ソフィアの復興は絶望的だということです。肝心のミラがあの様子では
そんな、ミラもドーマもセリカがどうにかしてくれんだろ。おい、じゃあお前セリカに死ねって言うのかよ。そんなつもりじゃねえよ。でもじゃあどうしようって言うんだよ。俺たちにできることなんてもう何もないじゃないか。諦めるもんか。え？諦めるもんか。こんなの僕は絶対に嫌だ。ドーマを倒してセリカを連れて帰る。アルム、でもさ、アルム、今の君はソフィア解放軍のリーダーというだけではない。リゲル帝国の次期皇帝なんだ。個人的な感情ではなく、リゲルの、いや、このバレンシア全体のことを考えて判断しなければ。じゃあ次期皇帝として先代皇帝ルドルフの命に従うさ。アルム、個人的な感情の何がいけない。みんなこの世界をどうにかしたくて戦ってきたんじゃないか。一人一人の思いが集まって世界を作り動かす、それがあるべき姿なんだ。僕はそう思う。神の不在や気まぐれでたやすく崩れてしまっていいものじゃない。確かにそうだ。だが僕はもう大事な人を失いたくはない。ドーマのせいで失う人も見たくない。クレーメン、君は違うのか。ドーマの支配から逃れても民が飢えれば世は荒れる。悪党が跋扈し弱い者から死んでいくだろう。それでもそれをなす覚悟が君にはあるということか。そうならないように皇帝として力を尽くす。もちろん全く犠牲が出ないというわけにはいかないだろう。それくらい僕でももう分かるつもりだよ。でも僕はこの世界が千年先まで続いていくのなら、人が人の力で生きていける世界を残したい。たとえ道を誤ることがあっても、それを自分たちの手で正していける、そんな世界を。そうか、そこまで言うのであれば私にも依存はない。あなたに従おう、ルドルフ2世陛下。まあ俺もドーマやさっきのタコ坊主にへつらって生きていくくらいなら腹が減ってる方がマシだな。俺はどっちだろう。お前そこはそうだっつっとけよ。だって俺はいいけど弟や妹がさ。そうなったら私も畑を耕しますよ。え、ルカは貴族様じゃないか。そのような世で貴族も平民もありません。私はドーマに支配されるのも飢えるのもまっぴらごめんです。枯れた大地を耕せと言われれば耕しましょう。私もやりますわ。前からやってみたかったんですの。みんなで頑張れば生きていけるくらいの糧はできますわよ。絶望するにはまだ早いのではなくて。そうだね、僕もやるよ。畑仕事は結構得意なんだ。任せてくれ。やれやれ、クワを持つ皇帝か。前代未聞だな。なんだ、ミラの石像が光ってる。どういうことだ。ミラは封印されたのではなかったのか。僕を呼んでいるのか。アルム、行こう。みんな、ミラが僕を呼んでいるんだ。何か手があるのかもしれない。どこかこの祭壇に入れる場所を探すんだ。回っていけということか。こっちに道があるけど、こっちの方はなさそうだね。うん、これはさすがに壊せないか。道はあるけど特に何にもないから、こういうところに宝箱とかねあったりするからね、まあ、地図は作っていくか。敵がいきなり来そうだよね。これは勇者の剣。まあいるいるいる。
かせろ。ではではでは、こいつらはちょっと放っておきたいから、これで終わりだ。えい、よし、やったぞ。調子良さそうだね。あー、ここはあれなんだな。私頑張るね。よし、行こう。回避率が高い。神のご加護を感じます。任せてくれ。一応マチルダここに置いとくか。あ、しまった。ここは食らうとこだったか。アセシは早いね、やっぱり。さて、ここからぶっ倒しにかかろう。少しあれだね、火力がなくなってきたね。あ、そうだ、こいつは魔法防御に優れているんだった、忘れていた。倒せないの？ハンターボレー2発やれば倒せるか。どんだけクリティカル高いんだよ。俺だってできるんだよ。私も見習いたいな。かわされた。結構強いぞこいつら。受けてみるか。悪く思うな。今日は相手の動きがよく見えるな。なかなかやるじゃないか。王家の剣全然倒せないんだけど。クリティカル率にかけよう。よしよしよし。こんなもんか。やったぜ、完勝だな。アルムが99になったね。敵がいるのが嫌だよね。これ下に行けんじゃん。こっちは？あれ、こっちも下に行ける？どうしよう。ちょっとあっちの下も気になるな。ちょっと行ってみよう、こっちに。おお、イベントが始まった。さあ、安定せよ。ドーマ様がお待ちだ。待って。その前にミラ様を解放して。約束でしょ。ミラを解放？どうやって？ファルシオンはミラが自ら封印した。我々に解くことはできぬ。なんですって？あなた、私を騙したのね。いや、普通わかるだろなんでこんなやつのこと信用したんだよ。恨むならミラを恨むがよい。ソフィアの民を捨てた無慈悲なミラをな。ミラ様、なんてこと。さあ、さっさと来い。なに、嘆く必要はない。あの小僧もすぐお前の元に送ってやる。アルムを？やめて。彼には何もしないって言ったじゃないまったく、どこまでも愚かなやつよの。さあ、ドーマ様、あなたを脅かす聖魂の運命を持つ娘です。どうぞその魂をドーマ様の御手に。やめて、離して。
ドーマ様はお喜びだ。今しばらくお待ちください。もう一つの聖魂の魂も間もなくお持ちしますゆえ。アンテーゼ、これでお前はドーマ様の忠実な傀儡。さあ行け。お前の大事なミラと共に光の届かぬ地下で朽ち果てるがよいわ。これでこのまままた先へ続いていくの。てかさっきのさ、もう一個のところはじゃあそっちはそっちで気になるよ。ああ敵がいる。とりあえずほっとこう。いやなんかどっちもどっちって感じだねこれは。まあじゃあちょっとダンジョンの途中ではありますけれども、まあいい時間なんで今回はこれで終了したいと思います。次回はまたこの先に進んでいきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。